バーチャビレを作品にまとめるということで、あなたも私たちも、まあ、あのバーチャル背景にが、まあ、面白いなということで、まあ家で弾き語りの動画を撮って配信しようと思ったけど、まあそれ全部背景をいろんなところにしたら、まあなんか絵的にも広がるかと思いまして、このザギンデビューからちゃんと撮るようになって、で PV のように当て振りをするようになりました。やっぱりなんかちょっとビートルズ的な感じもやりたくなったので、自分の曲でビートルズっぽいやつをやったと。東京スカパラダイスオーケストラ、あの数が多くていろんな楽器を持ってるっていうので、絵的には面白いだろうと思いましたので、一つだけ行くよ。ユニコーン忘れていたなと。こういう全体作品になってみると、まあこれはこれです。この何年か後にですね、この年はこうだったねと、すごく分かりやすいものなんじゃなかろうかと思います。